こんにちは、フィルネスキッチンの関口彩子です。今年もあとわずか。1年、本当に早いですね。スイッチ一つとっても毎日の献立に悩み、食材の買い出しや料理作り、後片付けなど、皆さん本当に毎日お疲れ様です。最近疲れが溜まっているとか、落ち込みやすい、忘れっぽくなった、集中力が続かないなんていうことありませんか？それってもしかしたら脳が疲れているかも。そこで今回は、心の不調や疲れの原因でもある脳疲労がテーマです。私自身も今年の春先頃、動画配信をしばらくお休みしていた時期がありました。そのことはこちらの動画で詳しくお話ししているんですけれども、突き詰めると原因は脳疲労でした。脳疲労って何って思った方もいらっしゃると思いますが、いつも気が休まらない、人間関係や様々なお悩みでいつも頭がぐるぐる稼働しているような、昼も夜も脳が休まらない状態のことです。脳疲労は環境の変化によっても起こるので、例えば引っ越しや、お子様の結婚や出産、お孫さんができた、旦那様が定年を迎えたなど、一見嬉しい変化のようでも脳疲労のカウントになります。暑さや寒さなどの温度差も同様です。脳が慢性的に疲れていると自律神経の乱れを起こし、さまざまな不調につながります。この動画では脳疲労の解消に役立つおやつタイムの有効な取り入れ方や、おすすめドリンクなど情報盛りだくさんでお届けいたします。最後に嬉しいお知らせがありますので、ぜひ最後までご覧になってください。更年期や親の介護だったり、ご自身の体力低下や健康の不安など、いろいろなお悩みを感じやすい方も多いかと思います。心がモヤモヤ、ざわざわする日もあれば、些細なことにイラッとしたり、心に余裕がなくなることってありますよね。私も YouTube の動画で、これは絶対作ってほしい、見てほしいと思って配信した動画が全然見られなかったりすると、思いっきり落ち込んだりしています。何もかもうまく進まないなという日もあれば、日々いろんなことがあります。さまざまなストレスが蓄積しては、脳が必死で処理する日々。私自身も脳疲労から自律神経の乱れを起こした際には、やる気も集中力もなくなり、あ、本当に終わったなと思ったくらいでした。人によっても症状は様々ですが、私の場合はだるさや眠さで朝起きるのが辛かったり、人と関わるのも辛かったです。あの時はあれもこれも抱え込んで、心に全く余白がなかったなと思います。念のため、似たような症状でも更年期によるホルモン値の低下が原因であったり、副腎疲労や甲状腺機能の場合もあったりしますので、ご参考までにご覧いただけると嬉しいです。脳疲労という言葉、聞いたことはあるかなと思いますが、大量に入ってきた情報を脳が処理しきれず、集中力が続かなかったり、注意力が散漫になって忘れっぽくなったり、ミスをしやすくなるような状態のことです。常に緊張感があったり、気が張っている人も要注意です。脳は体内のエネルギー消費の 20% を占め、最も多くの酸素を消費する器官です。脳疲労が続くと、自律神経の乱れやうつなど、心と体に影響を与える可能性があるので、脳の疲労を減らす対策がとっても重要です。またストレスが溜まっていると、やけに甘いものを食べたくなったり、体に悪いと思いつつもお菓子が止まらなくなったりすることもありますよね。またそれが罪悪感になるという悪循環が辛いです。そういった行動はストレスによる脳の誤作動なんです。脳疲労を解消する方法についてお話しいたします。脳疲労の回復には、質の良い睡眠や脳にエネルギーを補給したり、脳の働きを助けたり、抗ストレスに役立つ栄養素を補うことも効果的です。脳のエネルギーはブドウ糖とケトン体なので、疲れた時に甘いものが欲しくなるのは自然の欲求なんです。またケトン体は脂肪が代謝される際に作られる物質なので、有酸素運動で脂肪燃焼されると頭がすっきりする効果があります。抗ストレスに役立つのはビタミン C、 マグネシウムが効果的です。それ以上に大切なのは、ふと頭を休め、気を緩める小さな時間を作ることです。それ
それが手軽にできる方法がおやつタイムなんです。いくつになってもおやつの時間ってワクワクしますよね。適度に食べたり飲んだりして胃腸を動かすことで副交感神経が働いてきますので、緊張状態を緩めたりリラックス効果が得られます。リラックスタイムは入浴やアロマ、好きな音楽などいろいろ方法がありますが、仕事や用事の合間のおやつタイムはどこにいてもできるのでおすすめです。ただできればおやつも栄養補給になったり、体に優しいものを摂りたいですよね。体に優しいおやつレシピもいろいろご紹介していますので、合わせてご覧になってください。最近私の密かなお楽しみがあります。おやつタイムがすごく豊かで楽しくなるアイテムがこちらです。おやつの定期便、スナックミーです。体に優しいおやつが100種類以上あって、自分好みのお菓子がチョイスされて送られてきます。すべてのおやつが人工甘味料や白砂糖不使用、合成保存料や漂白剤など添加物なしでナチュラル素材のみで作られています。お子様にも安心して食べられるような体に優しい原料で作られているお菓子なので、罪悪感もなくほっこり幸せなひとときが楽しめるんです。1袋200キロカロリー以下で食べきりサイズなので、完食する量としてもほどいいんですよね。毎回違う8種類の詰め合わせが楽しみで、届くと開けるのがワクワクします。蓋を開けると箱の裏側にお便りがあって、それを見るのも楽しいんですよ。毎回ね、いろんなデザインの箱が届くんですね。ちょっと中身をご紹介します。こんな感じで1回分の小分けになってるので、食べ過ぎの心配もありません。こちらはですね、安納芋の焼き菓子です。米粉のパスタを米油とエビの粉で仕上げたスナック、高瀬茶と天才糖のフィナンシェ、さつまいもを外と米油でチップスにしたもの、国産小麦とかぼちゃ、天才糖のカップケーキ、ミネラル分を残したコクのあるほんわか糖で作った豆菓子、みかんだけで作ったプレミアムドライフルーツ。ドライフルーツって意外と添加物とか砂糖の塊みたいな商品がほとんどなので、みかんを乾燥させただけの純粋なものは嬉しいです。原材料みかんのみ、和三盆醤油の米菓子です。すべてのお菓子の裏側に栄養成分表記も記載されているので安心です。体に優しいおやつ、ちょっとお味をお伝えしたいと思います。こちら、まずお札チップスですね。米油で揚げているのが嬉しいですね。いただきます。甘さ控えめで、これお酒のおつまみにもなりそうです。さつまいも本来の甘さも生きていて美味しい。これみかんだけで作ったドライフルーツ、もう本当に凝縮したみかんの美味しさがぐっと詰まってます。ドライフルーツはもう絶対これおすすめです。そしてこちらはほんわか糖というミネラルたっぷりのコクのある糖類で作った豆菓子。ほんわか糖がとってもいい仕事をしています。そしてこちらは米粉パスタのね、スナックです。これも米油で仕上げられています。これ本当にね、天然のエビの旨味だけなんですけれども、すごい深い味わいで美味しいです。市販のスナックってほとんどが人工的な旨味で味付けしてますけれども、こういう自然のものだけなのにあれだけ美味しく仕上がってるのはすごいなと思います。こちらは三本醤油の米菓子です。これほんのりバターの風味が効いてきて、これ本当に最高です。美味しい。安納芋のね、焼き菓子なんですよ。ほろほろっとした食感で、お芋の優しい甘さと、これも外をね使っているので自然な風味とコクが広がって最高です。あ、美味しい。こういう体に優しいお菓子を食べてると本当に癒される。嫌なこともふと忘れられる幸せなひとときです。ほんの10分程度でもこういう時間があるとすごく豊かな気持ちになります。これから夕食の準備だ、もう一仕事しなきゃなんていう時に、このくつろぎタイムが次の活力になるんですよね。
おやつタイムをより充実させるならドリンクもこだわりたいということで、脳疲労ストレス解消におすすめのドリンクをご紹介します。コーヒー、緑茶、紅茶、こちらはもうティータイムの定番なんですけれども、香りによるリラックス効果に加え、コーヒーには疲労を軽減させる抗酸化物質であるクロロゲン酸、緑茶は旨味成分でもあるテアニンにリラクゼーション効果があります。また緑茶、紅茶共通ですが、カテキン類、タンニンなどのポリフェノールが含まれます。適度なカフェインも認知機能や集中力アップ、運動能力を高める作用があるので、体質的に問題なければおすすめです。華やかな香りが特徴のジャスミンティーは、脳をリラックスさせる効果やホルモンバランスを整える効果が知られています。ココアはテオブロミンやカカオポリフェノールによってリラックス効果や脳の神経細胞を活性化させて認知機能や集中力をアップさせる働きがあります。高い抗酸化力によって疲労回復にも役立ちます。他にもハーブティーや薬草茶、黒豆茶、小豆茶などおやつタイムにはおすすめのドリンクいろいろあります。ただ注意点としては、おやつと一緒に摂る際に砂糖を入れずにストレートでお召し上がりください。今回は濃いめの緑茶を入れて一緒に味わいたいと思います。最高にコスパの良い自分への小さなご褒美です。食べきりサイズなので、ゴルフの時に持って行ったり、これもうまい、車の運転中も眠くなりそうな時のリフレッシュになります。お出かけの時持ち歩くと疲れた時につまめるので便利です。ご夫婦での団らんタイムに一緒に召し上がっていただくと、会話も弾んで楽しい時間が生まれそうですね。期間限定のキャンペーンのお知らせです。好みを診断しておくので、自分好みのお菓子が8品届きます。1880円相当が940円と 50% オフ、大変お得なお試し機会になります。今だけの期間限定お得なキャンペーン企画になります。入会金や回数縛りもない、いつでも解約できるので、ぜひこの機会にお試しください。今回は日々蓄積している脳疲労について、脳疲労にいい栄養素やドリンク、また手軽なストレスケアとして有効なおやつタイムについてご紹介しました。仕事や家事などで疲れた時の自分のご褒美として、小さな幸せをもたらす至福のおやつタイム、いくつになっても楽しみの一つですよね。ご紹介したスナックミーは高品質で何よりも美味しい、そして体に優しい原料で丁寧に作られたおやつが幸せ感と至福のおやつタイムをもたらしてくれると思います。この機会にぜひワクワク体験してみてくださいね。私自身最初はどうなんだろうって思ってたんですけれども、今ではすっかりハマっています。こういうの初めてなんですけれども、入会金も解約金も年会費もなくて、回数縛りもなくて、とってもハードルが低かったです。年末の疲れを癒し、ご自身のために大切な人やご家族皆さんでお好み診断をしながら楽しいひとときを過ごすのもいいですよね。ぜひお得なキャンペーン試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。